統計3古墳は、三島古墳群に属する、大阪府高槻市にある、古墳時代前期の前方後円墳。未洞窟の縦穴式せっかくが2期、発見されている。2002年12月19日、国の史跡に指定された。統計野上社統計3古墳は、北雪山系南斜面にあるな沢原丘陵の標高84メートルの地点にある。 今白塚古墳をはじめとする、約500基の古墳を許する三島古墳群に所属しており、古墳時代前期の4世紀前半に造営された三島古墳群の中でも前期の古墳であると見られている。統計の名は、日本初期人徳62年の記事にも記載されている、統計や表質に由来している。統計三古墳の南側には、統計の神社があり、また、 古墳周辺の地名に、氷室の名が残っている。古墳は、丘陵の狭い尾根沿いに、前方部を南側に向けて作られている。全長86.4メートル、公園部の直径約60メートル、前方部、公園部ともに2段の段築がなされ、2段目のテラスや、埋葬施設がある、公園部墳頂部まで、墳丘全面に、吹石が施されているが、 埴輪は見られない。公園部の南東側に古墳本体と接して石が敷かれている部分があり、古墳の祭祀が行われたものと見られている。また、多くの弾き片が見つかっており、公園部の墳町には、弾きの壺が並べられていたとの説もある。埋葬施設として、公園部に2基の縦穴式石室が確認されている。中央部にある第一主体と、そのすぐ北西側にある。 第二主体ともに未洞窟であることが分かっている。統計3古墳の前方部の前面に、南北約17メートル、東西約16メートルの方形をした、土壇場以降が発見された。古墳本体と同じく土壇前面が石で覆われていた。土壇の中央部には、東西4.6メートル、南北が2.8メートルの穴が掘られており、 そしてすり鉢状に掘られた穴の底部は一旦平坦になり、そこからさらに東西約3.5メートル、南北約1メートルの穴が掘られていた。このような二段になって掘られた穴は二段母校と呼ばれる埋葬施設と見られ、統計三古墳被葬者と関係の深い人物が葬られたものと推定される。統計三古墳の第一主体は南北14.5メートル。 東西10から11メートルと墳頂部の大部分を締め、第二主体は第一主体の北西部分にあって南北8メートル、東西5メートルである。2002年の調査で第一主体、第二主体とも未洞窟で埋葬当時の状態をとどめていることが判明した。第一主体は古墳の主軸と並行して作られており、噴頂から天井石まで 約2メートルとかなり深い場所にある。天井石の上は厚さ10から15センチの粘土で被覆されている。せっかくは多くの20から30センチ、40から70センチ、厚さ4から6センチの板状の石を合掌状に積み上げて作られており、天井石とともに徳島県吉野川流域産の結晶片岩が使用されている。石の隙間から ファイバースコープを通して、せっかく内を覗いたところ、棺は、前期古墳では、一般的な先丈形木管で、管材の一部は普及せずに残っていると見られる。被葬者の周囲には、種が巻かれており、頭蓋骨も種に染まった形で確認された。副装品としては三角円真珠鏡二面、方角菊子人鏡、壁玉製の腕飾り、南海産の海製品。 石製品、銅属、鉄刀などが確認できた。また、三角円新獣鏡のうちの一枚は、京都府木津川市の椿大塚山古墳で、発掘された鏡と同型のものであることが判明した。また、せっかくの端部には、甲冑の一部と見られる鉄製の小座根が多数、見つかっている。第二死体は、墳町から、天井石まで約1メートルとやや浅く。 せっかくの石材としては、第一主体と同じ結晶変岩とともに、少量の石英半岩が用いられている。棺はやはり、先竹形木管で、第一主体よりも多くの管材が残されている。副装品としては、鉄塔が確認されている。せっかく内は、第一主体、第二主体ともに湿度が高く、全体に水滴が見られ、 異物を濡らしており、また木の根のせっかく内侵入が第一主体、第二主体とも確認されている。その上、第一主体では、板状の結晶片岩を積み上げた側壁からの石の落下とそれに伴う異物の損傷も見られ、未洞窟であるとはいえ、異物の保存状態は万全とは言い難い現状である。当初、せっかく内の発掘を行わず保存を予定していた。 統計産古墳であるが、現状保存に失敗した高松塚古墳の教訓もあり、せっかくの実物大模型を作成して、発掘を検討することとなった。2010年3月、高槻市教育委員会が本格的な発掘調査に乗り出す方針を固めたと報じられた。2010年度中に発掘方法を検討し、2011年度、 以降に着手する見込みとされている。ありがとうございます。